年季の入った職人の言葉は重みが違う。いやいや、俺の方こそ勉強になったぜ。若者の発想ってのは大事にしなきゃいけねえな。あれ、またあの二人の声。でもなんか楽しそう。おお、ジョーちゃんじゃないか。んなとこ突っ立ってないで、こっち来な。飲まずにはいられないさ。なんたって今日は生涯最高の友に出会えた祝宴なんだからね。友ってマークさんとハゲルさんが？そんな古い話はどうでもいいじゃないか。それよりジョーちゃん、お前さ、しょっちゅうマーボーを冒険に連れ出してるらしいな。マーボー？いや、しょっちゅうってほどでもないですけど。羨ましい話じゃねえか。アーランド1、いやさ、世界一の頭脳の持ち主と一緒に冒険なんてよ。ジョーちゃんの仲間じゃなけりゃうちの工房にずっと置いときてくれなんだぜ。いやいや、僕の頭脳なんてたかが知れてますって。このお嬢さんが無事冒険できてるのはなんて言ったってハゲさんが作る武器のおかげ。ほんとハゲさんの作る武器は素晴らしい。いや、まあ確かにいい武器だと思いますけど。あ？おいおい、マーボー、さすがにハゲさんって呼び方はストレートすぎやしねえかい？それを言ったらマーボーだって何十年前のセンスだって話ですよ。いいじゃねえか、愛嬌があってよ。古いセンスだろうがいいもんはいいんだよ。だったらハゲさんもいいじゃないですか。ラーの一文字を抜くだけで実にスタイリッシュな印象に早変わりですよ。また喧嘩。ダメですよ二人とも。そうかそうか、マーボーが言うんなら間違いねえやな。ハゲさんが言うなら間違いない。完全にただの酔っ払いだ。誰か助けて。ああ、悪い。今日だけは他人のフリさせてもらうぜ。